パトリシオ・ガバロン・ヒルは、スペイン・ブルシア州出身のサッカー選手。ポジションは DF。通称は、パトリックで、パトリック・ガバロンとも呼ばれる。レアル・ムルシアや、ビジャレアル CF の下部組織を経て、2008年に15歳で、FC ・バルセロナの下部組織に加入。加入当初は、守備的ミッドフィールダーであったものの、FC ・バルセロナ B の監督であった a ウセビオ・サクリスタンメナ。 によって、右サイドバックに再コンバートされた。2012年9月22日、セグンダリビシオンのエルクレス CF 戦の後半に、ジェラールデウロフェウとの交代で、途中出場しバルセロナ B での初出場となった。翌2013年の11月26日の UEFA チャンピオンズリーグ2013から14のアヤックスアムステルダム戦で、 カルレスプジョルとの交代で FC バルセロナのトップチームで初出場を果たした。しかしトップチームでの出場はこの1試合に止まった。2015年6月8日にはセリエ A の SS ラチオに4年契約で移籍。ドゥシャンバスタとのポジション争いになっている。ありがとうございます。